ちいいね。夏フェス？いいね。何の夏フェス？何の夏フェス？今日何かあったっけ？お、つぶろいいね。夏染めっていうアイドル。夏染め？夏染め聞いたことないわ。アイドルグループ調べてみよう。こんにちは。やばい暑い。あ、ん？あ、そういうこと？いろんなアイドルが来るやつ、そういうことか。すごい楽しそう。あ、STU さんとか出るっちゃう。楽しそう。あ、8メンバー出てる？今日だっけ？今日何日？あ、そうじゃん、そうじゃん、今日じゃん、7月。それでね、なるほど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 、そういうことか。それが夏染めか。どこでやってんの？今日誕生日？大ちゃん、せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear 大ちゃん、 Happy birthday to you、 大ちゃんおめでとう。素敵な一年にしましょう。すごい優しいみんな。そっか、今日なのか。2日間あったよね、昨日と今日かな。じゃあ8はまだかな。確かになんかツイッターで見たわ。あ、これタイムスケジュールかな。え、4つぐらいこれステージある、もしかして。すごい、見つけれないよ、見つけれない、見つけれんね。楽しそう、いいねフェス。あ、幕張？幕張やっちゃう、すごい楽しそう。大鳥？なるほど。みんな本当に可愛くてキラキラしてるんだけど、やっぱ私 AKB しかキュンとしないの。嬉しすぎる、嬉しい。そう、私は7月15日がお誕生日ですよ。急に眠さが来た。今寝ちゃダメだよ。そう、ちゃんの誕生日まであと12日ぐらい。12日、テラップに書こうと。誕生日まであと12日。オホーラのセルフジェルネイルって CM やってたで。なんか見たことあるかも。ジェルネイル本当に自分でできるようになりたい。でも落とすまで自分でちゃんとできるようになってからがいいよね。そしてちょっと疲れて会場出たらサラちゃんが配信始めてた。嬉しい。やった。最高じゃん。
大鳥ってことはさ、夜？夜とかですか？夜かな？ちょっと待って、ホームページ見よう。 AKB のチームエイトの方がいいかな。チームエイトのホームページ見た方がいいっけ。これはぐらいにスタートやと思ってた。イエーイ、当たり当たり。7月3日、あ、これだ。おお、8人なんですね。なるほど。何時頃これは。夜か。すごいね。暑いのでギリギリまで悩んでたら当日券。すごい、当日券。朝しか売ってないから朝から。偉すぎる、偉すぎる。暑い中すごい、ありがとうだよ。暑い中ね、熱中症に気をつけてね。でもフェスいいよね、憧れる。フェス、あれフェスだったっけな、あれフェスじゃないっけ。あ、ちかっぱさ、お祭りか。なんか外の野外フェスとか憧れます、めちゃくちゃ。楽しそう。今さっきちょっとだけ寝てた。おはよう、おはよう。いいね、夏フェスは憧れるね、楽しそう。じゃあみんな今日は夏染めですか。夏染め、夏染めですか。行ってますか。おはよう。そうね、今日9時からショールーム配信、皆さん9時から見てくださいね。サマステ出るって期待してまして、ありがとう。出たいな、なんか夏の何かにね。今日はオールドルーキーで、待って待って、オールドルーキーってさ、あれなんだっけ、なんだっけ、それさ、サッカーのやつじゃない？サッカー違う？サッカーじゃない？みんちゃんが見たいやつだよね。ってことはさ、夜までにそれ見らんといかん。おお、夜までにそれ見らんといかんってことよね。マスカラ飛んでいっちゃった。まだ塗ってないけど。え、今日2話だよね。今日1話、もう1話終わったと思っちゃったけど。え、今日何話。こんにちは。オールドルーキーだっけ、なんかサッカー、サッカーのやつだった気がする。そうね、13、14はお話し会、8月。2話かってことは1話見らんと。オールドファッションなら知ってるって。わさっぴさん、さすが。タルコさん、短冊ありがとう。はやぶさ、短冊とキラキラありがとう。キノコの山さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。ダマさん、キラキラと。スイカ、尊い。タコさん、アイスクリームありがとう。パフェもありがとう。ヤス1983さん、パフェありがとう。ミスドやん。
オールドファッション、オールドファッションだっけ、オールドルーキー面白そう。なんか次のドラマ結構面白そうなやつあるよね、まだ見てないですけど。トムヤムクンさん、キラキラありがとう。そうね、来週1週間雨模様らしいねって。台風じゃない、台風の影響ね、怖いね台風。でも小学生ぐらいの時は台風ちょっと嬉しかった、うん、休みになるみたいなね、期待。ユニコーンに乗って楽しみって、確かにユニコーンに乗って楽しみ、あれだよね、永野芽郁さんと、待って、この間見たよ、2人、あと2人横におったよね、まあ、とりあえず永野芽郁さんだけ覚えてるわ。そう、イベント感あるよね、小学生とかにとっては。うん、そう、来るかな来るかなって願ってました、私はよく。そう、台風、台風ってさ、この時期なんか多かったりするやんか、めっちゃ喜んでましたよ。そう、なんか大雨警報とか出ると休みになるからね。そう、長野めいちゃんとそらちゃんの共通点どこですか、どこですか。よし、1983さん、ブラボーありがとう。ともさん、サノだって、ヤッホー、やっほー。嬉しいネックです、ありがとうございます、お気に入り。ん、1,2 時間目は休みしか体験してない、嘘、ちょっと1日休みみたいなの多かった、台風、台風、今日は台風なので一日お休みですみたいな。そう、でもなんかそういう休み、お休みになった日に限って昼から晴れたりとか、でももうお休みだもんみたいなね。そう、そんなんやった。こんにちは。そう、台風で休みになること多いよね。西日本が多いのかな、東日本はそうでもないのかな。西日本台風多いよね、沖縄から始まるもんね、大体。なんかここ気になる、いやいや、あいやー、うん、やっぽーい。うん、台風ね。でもさ、小学生とかはさ、やっぱお休みになるからよっしゃーって感じやけど、なんか出かけれんよね、もうね、小学校とかは嬉しいけど今は嬉しくないか。共通点はにゃんちゅうせん、にゃんちゅうせん、どういうこと。さやのんちゃん、ハートありがとう。どういうこと、にゃんちゅうせん、にゃんちゅうせんとはどういうことだ。お花もありがとう、さやのんちゃん。にゃんちゅうせん知らんかったか、うん、わかんない。さやのちゃん、タコさんありがとう。こんにちは、きかぜさん。京都雨降り、雨降っちゃう？
あ、今はやんじょ。うん、強くならんといいけど。何、にゃんちゅうせんって、にゃんちゅうせんって知ってる方おる？にゃんちゅうせんって何？にゃんちゅうに似ている目の下のほっぺあたりにできる、にゃんちゅうに似ている目下のほっぺ、ほっぺ、目下のほっぺの線、ちょっとわかんない。初めて聞いたよね。わかる、こっちも初めて聞いた。にゃんちゅうせん、わかんない。今日は日曜日ですけど、皆さん何してますか？言ってて、ね、蒸し暑いよね。確かになんかさ、晴れてる日は、とにかく暑くて、雨の日は蒸し暑さが嫌ですね。カズ兄さん、スイカありがとう。スイカ食べたい。ぐーたらしてた？暑いもんね。にゃんちゅうなら知ってる。そっちもにゃんちゅうなら知っちゃうよ。夏バテで倒れてます。わお。暑いね。え、先週末の愛媛フェリー弾丸旅行、あ、旅の旅行機が入ってる。すごい。さっき日傘落としかけて見つけて元気に生きてます。よかった。え、日傘を落としたと気づかんかったっちゃ。こんにちは。みんなゆっくり過ごしてください。今日は確かにジメジメも辛いよね。こんにちは。あ、今日はねペン持ってきた。今日はねペン持ってきた。何する？狭い庭の木切ってきました。わあ、お疲れ様です。ああ、プレジェントマークマニアックな人さんだ。久しぶり、キラキラありがとう。ねえねえ、本当に土日あっという間に終わっちゃうよね。サーノンは今日も散歩行ったの？今日はね、お散歩行ってないですよ。プレジャーとマークマニアックな人さん、スイカありがとう。早いがね、ほんと。日本の日だった。宮崎気候は50ページ？ 50 ページ？すごい、9700字。あと300字書こう。すごい、読みたい。すごいね。でもさ、なんか旅行行った後学校みたい。すごい、まとめちゃうの。やばい、この棒持ってると回したくなる。すごい、今日も初見さん多い、ありがとうございます。アイリさんのライブいいね、楽しそう。昨日作ったやつ、イエイ。長い文章なんて書けないって大変だよね。
ヤス1983さん、レインボースターありがとう。5歳から20歳までと20歳から80歳までの時の流れ、感じ方一緒らしい。え、20歳か80歳、長いってことじゃ。え、かわいいって嬉しい。これさやのんちゃん、くまちゃんありがとう。イエーイ。これさっきマミに見せたら、保育園の先生になれるねって言われたんですけど、ふーちゃんはでも動画見ながらじゃないと作れんよって言ったら、毎日1個覚えていけばいいじゃんって言われました。だそうです。確かに保育園生とか幼稚園生ってさ、1日5個も作れんやんか。しかもこの1個作るのがめっちゃ大変やんか、難しいって感じるやん。だから確かにって思いましたね。でもピアノが弾けない。子供大好き大好き。頑張って昨日作ったんだよこれ。俺の先生になってください。どういうこっちゃ。空組、確かに空組でよくない。江田さん、キラキラありがとう。そう、確かにってなりますよね。楽しそう。でも大変そう。いやでも楽しそう、癒しになりそうよね。憧れますね。あ、これじゃん。あ、これやんこれやんこれやん、うん、これこれこれ、懐かしいね。これ書いたの、空組に入りたいって。イエーイ、入って。空組に入ってください。君と30年前に会いたかった。待って、ふーちゃん30年前まだ生まれてないです。まだ生まれちょらんよ。てかせめて20年前にしよう。今言って嬉しい。これめっちゃ頑張った。こっちも頑張ったよ。ちなみにめっちゃ書いたんですよこれ。めっちゃ書いたんですよ、頑張って。あー、このペンじゃなくて。沢組は年齢宣言ないんですか。ないですか。まあそうですね、0歳から0歳から、そうですね、ないです。はい、ないです。100歳ぐらいまででしょうか。はい、園長先生、出た出た。プロスペクトさん、久しぶり。スイカありがとう、嬉しい。そうね、0歳から預かりましょう。100歳、いや200歳ぐらいまでなら、はい、大丈夫です。はい、0歳か。ちょっとでも大変そう。0歳がいっぱい来たらどうしよう。でもこのルームに0歳おらん気がする。いや、いるか、娘さんとか息子さんがいれば。空組入れますよ、入ろうと思えば。あ、でも試験があります。うん、試験がある。ちょっと簡単な試験がありますけど、まあ入れますよ、頑張ったら。仲がいい
隣の A 先生面白い。大きなずるさがいっぱいいると思う。なんで厳しそうって。確かにちょっと厳しいかもしんないから、みんなちょっと覚悟しといて。空組には試験があるので、まあ試験に合格しないと空組には入れません。はい、そうですね。勉強嫌い。いや勉強じゃないよ。でもそれはきっとお昼寝の時間はあるの。まあまあ3時間ぐらいありますかね。もうもはや睡眠。そう、おめでとうまであと12日。そうです、精神年齢がってこと。6歳なので私を預かってもらえますか。試験に受かったら考えます。そう、3時間寝る子は育つっていうので、空組では3時間寝てもらうように心がけております。え、すごっ。日焼け止め7回くらい塗り直しちゃって、えらい。女子力高い、女子力高い。なんか暑すぎてさ、日焼け止めやだってなってね、とりあえず日陰を探して歩く日とかあるから。えらいよみつきちゃん。でもみーちゃん日焼け止め塗ってもちょっと焼けちゃったかも。でも塗ってない日に多分焼けてるよね。これは手の甲がさめっちゃ焼けたと思うんやけど、どう思う？手の甲、みーちゃん手の甲確実に焼けた気がする。今日だけ？でも偉いよ、偉い偉い。うん、亀之助は亀組ってかわいい。亀組とか聞いたことない。こんがり小麦色。待って待って待って、これでもねライトの色もある。うーん、アキさん、タコさんありがとう。ビアードパパ、飲むシュークリーム、何それ、新しいやつ、美味しそう、絶対美味しいやん。ビアードパパのなら絶対美味しい。日焼け止めなんて塗ったことない。大事だよみんな、塗った方がいいよ、塗った方がいいよ。みっちゃん日傘が本気で欲しい。えるちゃんちっちゃい頃ねめっちゃ焼けてたんですよ。おさぴさんキラキラありがとう。えのみっちゃん本当にねめっちゃ焼けたの、本当にこれはめっちゃ焼けてる多分。いや多分ね、いやどうやろう、焼けてるかな。いや焼けてるねこれは。待って、はいめっちゃ焼けてます。これはうん焼けてるわ。日傘買った？負けた。日傘ねちゃんと欲しい。黒い傘を日傘代わりに使う時がある、よくある。焼けたいか宮崎行きます。秒で焼けれますよ、日焼け止め塗らんければ。おいでピュレ組かわいい。サッターさんキラキラありがとう。少しずつ焼ければ。いや気づくって、気づくって、気づくよ。だってさ顔と腕が、まあ、ほぼみんな顔見てるやろうけど、顔と腕の色が違ったりねするじゃん。
焼きたい？みんな焼きたい派？焼きたい人。じゃあさ、白いのとちょっと小麦色に焼けてる女の子どっちが好き？いとこがヒサロかよって言った。ヒサロってさ、シミにならんちゃうか、将来。あ、普通に焼けるのと焼き方違う。なるほど。ちょっと焼けてる子が好き？どっちも好き？ちょっと待って、どっちもじゃなくてさ、どっちか選んでよ。どっちか選んでみて。小麦色？ヒサロの焼き方と色違うよ。じゃ、太陽で焼けたのと。大丈夫そう。大丈夫そうだよ、今のとこはね。小麦色の方が好き？色白さんと小麦色にちょっと焼けてる女の子たちがタイプ？何？みつきちゃん、星のとこ。健康的に焼けてるのが好き。なるほど。真っ黒じゃなくてね、ちょっと小麦色ってことか。健康的に焼けたら可愛いと思う。なるほど。肌色の人なん、肌の色なんて関係ないって。えらい。小麦色が好き。絶対選べと言われたら白い子。なるほど。とりあえず自分は白でいて、あ、わかるわ、それはわかる。確かにね。確かにね。わかる。あ、どっちでもいっちゃう。ナンさん、スイカありがとう。意外とさ、でもさ、男性の方は、女の子はやっぱさ、白い方が好き焼きって言うけど、やっぱり男性は、やっぱりじゃないね。え、なんか意外やったわ。小麦色が好きな方が多いね。意外となのかな。サーモンはどっちが好き？サーモンは自分は白くいたいけど、でも小麦色に焼けてる女の子見るとかっこいい、かわいいってなります。アッキーさん、お星様ありがとう。キラキラ。あ、男性で難しいね。男性はでも焼けてる方がいいじゃない？ちょっと焼けてる、真っ白はあれじゃない？ちょっと焼けてる方がいいんじゃないですか。まあでもその人に合った色がいいと思う。若干焼けちゃう方がいいんじゃない？なんかあんまおらんくない？真っ白の方あんま見らんくない？男性は日焼け止めあんまり塗らんからかな。塗る方もおるけど、焼けてる方がいいと思う。ちょうどいいぐらいにね。ちょうどいいぐらいに焼けてる方がいいんじゃない？サーフィンしてみたいんですよ。そう、今年は腕だけは焦げてるから
そうなの、好みでよかった、面白い。ちょうどいいぐらいに焼けてる方がいいと思うよ。夏は焦げて冬は白くなります。あー、一緒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 。冬になったらなんか冬にかけて若干どんどん、ん、だんだんとか白くなっていくよね。確かにね、サーフィンしたら焼けちゃうよね。くっきり焼けちゃうよね。しかもあのヒリヒリするから嫌なんです。あと将来シミになるっていう点。宮崎はビーチで一日寝てればいける。あ、いけますいけますいけますよ。日焼け対策バッチリですか。バッチリにしたい。で、日焼け止め塗ると実際暑いんですよね、めっちゃ。焼肉で好きな部位は、面白い。焼肉で好きな部位はハラミとタンです。ハラミとタンが好き。いや、今年の夏でもさ絶対 100% 暑いから、年々暑くなっちゃうから焼けそうだよね。ハラミ好き。ハラミとね、タンが好き。タン、牛タン、牛タン、豚タン、なんでも。まあ牛タンが一番好きだけど。が好き。かな。みんなは？みんなは？サンダル新しいのゲットしたいな。牛タン美味しいがね。うん。塩タンホルモン好き。おお、いいね。京香さん、京香さんじゃん。ネギタン塩、え、めっちゃ好き。ネギタン塩ちゃんも大好き。ハラミちゃんピアノ、うん、めっちゃすごいよね。みんなの好きな部位は？やばい、あくびすると涙目になる。おはよう。カルビ、カルビか。単なるいくらでもいける。わかるわ。白飲んでも焦げ飲んでも、もうどっちでもどうしても。かわいい、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。嬉しい。カルビ、ペペロンチーノ音、カルビ。うん、分かれるね。カルビ多いね。油少ないのがいい。わかるー。お肉ね。わかるー。うん、ブヨブヨ嫌ですよね。わかります。カルビ？カルビ多いね。ハラミ美味しくない？ハラミ、ハラミ。とタン。タンもいいけど、タンだけは辛い。カルビだけなら大丈夫。なんで？なんで？ぷよぷよ最高。ほんと？好き？脂身？脂身が乗ってるやつが好きなの。ほんと。えだしさん、キラキラありがとう。
タイって意外にカロリー高いっちゃう。すごい。でも美味しいんだよな、タン。タン。タン美味しいよね。美味しいタンシチューが食べたい。絶対美味しいやん、それ。絶対美味しいやん。食べたいね。タンシチュー。いいね。タンタタン。タンシチュー。豪華だね。美味しそう。うん。いいね、焼肉。ベマさん、短冊ありがとう。カルビに白ご飯、確かに最高。お肉食べに行く？行ってらっしゃい。いいね。焼肉は白ご飯につけて食べる。ご飯合うよね。タレとご飯。ネギシ多分ないよ。うちネギシ行ったことない。憧れる。アキスハートありがとう。カルビに白ご飯、卵スープ付きでって。美味しそう。これ卵スープ、焼肉屋さんっぽいわ。ハラミ最高です。わかります。今日の昼ご飯は淡路牛。淡路牛、兵庫、淡路玉ねぎの牛丼。淡路牛と淡路牛、淡路牛と淡路玉ねぎの牛丼、絶対おいしいやん。淡路島の玉ねぎおいしいって聞く。みつほからよく聞きます。なんか甘くておいしいって聞く。一番おいしいって聞きますね。はい、食べたことあるかは分かりませんが、ない気がするけど。なんか甘くて美味しいらしい。淡路島の玉ねぎ、抜けてしまったよ。世界で一番おいしいんだよって。僕はみじん切りしてないっていた。パリラパリラ。忘れた。なになになに。カタログギフトで注文した宮崎牛のハンバーグまだ届かんねんけど、サランはまだってまだ作ってるんですよ、きっと。こうやってひでつさんのためにこうやって作ってるんですよ、きっと。今頃もうすぐ届くでしょう、美味しいものが。今度食べれると思って長い目で待ちましょう。懐かしい、淡路島の玉ねぎとか。淡路島の玉ねぎ甘いっちゃ。淡路島の玉ねぎ、こんなんやってん。
ハワイのマウイと玉ねぎも美味しいオニオンだよね。玉ねぎ何？新玉ぐらいの甘さ。すごい。通常の玉ねぎがすごい毎月甘いみたいなね。宮崎牛食べたことないんですけど美味しいですか？もうね、めっちゃくっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいよ。宮崎牛はすごい柔らかくて美味しい。淡路島代表ではございません。会場戻っちゃうって。ありがとう、みつきちゃん。楽しんできて。最後の冷麺を楽しみにしながら焼肉7人前を楽しみます。リンゴシャーベットも楽しみ。最後の冷麺と焼肉7人前。今焼肉屋さんなの？カズ兄さん、アニハセヨ、チュヌスラノムイムニダー。ハングル読めない。誰か読んで。いいね、フェス。みーちゃんもフェスに行きたい。焼肉の締めは冷麺最高。石焼きビビンバね、確かに最高。あ、今じゃない、いつも食べに行くときにお店の定番リンゴシャーベット。美味しそう。いいね。お疲れ様んごう。嬉しい。冷麺を締めに焼肉7人前ってさ、もう締めじゃないやん。そのお肉はちなみに 何肉ですか？部位は。焼肉食べたくなった。わかる。いいね、焼肉いいね。焼肉ってさ、 NG ワードやと。それゆうたさんかな。早いけど誕生日めでとってありがとう。まだだけどありがとう。7では実は足りない。締めに嘘。誰かハングル読んで。松坂行こうかなって。いいね、松坂牛やったっけ読み方。肉が NG ってこと？もう2時半。早っ。嘘2時半も。ほんとだ。焼肉屋の会計のところにある。アメちゃん食べないと。食べないと思うけどいつも取っちゃう。あるよね、肉食が NG。 なるほど、そういうこと。
くわけないやろって本当やった。なんかそんなさ経った時間が経ったあの感じせんやった。でも1時間まで経ってないやろ、ちょっと遅かったもんね。時間は気にしないって面白い。キムチとチシャナ、チシャナ美味しいよね。アキさんハートありがとう。リンゴシャーベット、リンゴのまま出てきます。中がシャーベット。え？何？おしゃれ。サウナ配信の時、時計見ない。そうなんですよ。ファンの皆さんに言われてみます。やっと。みんなハングル読んで。ハングル読める方おらん？時間なんて何読めん？読める方いないかな？教えてください。すごい頑張って打ってくれてるので。なんか翻訳が上に出ればいいとにね。何語でもね、したら返せるのに。調べて。ハングル読めるようになるの難しそう。でもさ、韓国語ってあれって言うよね。日本語と一緒で前から読むって言うよね。え、優しい神じゃん。最初のやつはキムチは冷蔵庫に入れておいてから食べればとてもいい食品です。カムサムニダー。すごい。キムチは、待って待って、日本語に自分で訳してくれてる。面白い。ヒョンさん、ムヒョンさん、キムチは冷蔵庫に入れて置いて食べたらとてもいい食品です。なるほど、日本語でよかったのか。なるほど、どっちも喋れる方かな。確かに冷蔵庫に入れると美味しいよね。逆に冷蔵庫入れんで食べることなくない？うん。お肉食べるとき最近塩まぶしてる。おお。塩ってまぶすもんじゃないと。塩コショウ。基本日本語で押し切る。そうだよね。サウナがお店開くなら何屋さんやってみたい。おお。じゃあね、じゃあみんなのイメージはどんな店開いてそうですか、お店。そらちゃんは、ふんちゃんはね、ふんちゃんの好きなものばっかり売りたいです。カズニーさん、こばありがとう。サラちゃんが、美味しいって思う、まあそれ誰でもそうか、ものを出したい。クレープ屋さん？あ、いいね、確かにクレープいいかも。クッキー屋さん？パン屋さん？なるほど。パン屋さん、冷や汁屋さん、確かにいいかも。クレープ、クッキー、パン屋さん、冷や汁。おー、なるほど。タピオカ屋さん、なるほど。オムライス屋さん開きたい。オムライス屋さん、オムライス屋さんとかどうですか、来てくれますか。確かに、でもクッキー、クッキ
ー屋さん、クッキー屋さんってでもあんまなくない？ないからいいのか。ないからいいのか。でもクッキー屋さんってさ、儲かるのかな。ハート書いてな。いいよ。ケチャップパフォーマンスするわ。行く？本当。毎日行きます。嬉しい。たこ焼き屋さん楽しそう。たくさんへんてこな形のが出てきそうですね。美味しいなら行きます。嘘。待って、わさっぴさん美味しくなくても来てくれんと。PM うまくなるのに。宮崎の冷や汁って食べたことないけど美味しい。めっちゃ美味しい。冷や汁本当に美味しい。そう、わさっぴさん意外と厳しかった。ピエン、うん、100の質問？だって100の質問ってそれどうやってさ100個も質問作るんですか？毎日通う、嬉しい。ちょっと毎日通うなら毎日ちょっと美味しさが増していくと思われるので、みちゃんの成長が見れるかと思われますね。はい、何屋さんがいいかな。でも確かになんかパフェとかも楽しそう。パフェとか作ってめっちゃ楽しそうじゃない。ソフトクリームやってで、パフェ作ってみたいな。じゃあでも実際パフェ作ったことあるんですよ。そう、そういうのがたまに失敗してくれるから楽しそう。それでも食べてくれる？オムライスのソースのバリエーションがないと毎日は辛い。いや、ま、案外さ毎日ケチャップの方が毎日続くじゃない？だって毎日ホワイトソースとかさきつくない？正直きついよ絶対。毎日ハヤシライス風みたいな絶対きついって。ケチャップはいけそうだけど。成長を感じる飲食店はウケるねしばらくは我慢するの耐えれるかなって。面白い。冷や汁は冷汁、味噌汁と作り方違うから、ほとんどの人が味噌汁だと思って、うん、そうよ。違うよ、全然。A サロンがお店するなら農家さんの思いが詰まった野菜ランチ。なんかすごい素敵。ありがとう。オムライスの卵くるっと巻けるって、わかんない。タコ天食べたっていいね。サーロンが食べれるくらいのオムライスなら俺も喜んで食べる。いや待って、そもそもそんな美味しくないオムライスできんくない？セルポンさん短冊ありがとう。いやそもそもさそんな美味しくないオムライスはどうやっても作れないと思います。味が多分ただ濃いか薄いか それだけだよきっと。ケチャップ味ならね、ケチャップ味なら。ケチャップの方がさ案外さね、みんな案外毎日食べれるよね。ゆうたさんハートありがとう。そう、あのカズ兄さんじゃないわ。カズ兄さん、あカズ兄さんじゃなかった、1983さんだの、あのアバターみたいな感じ。カズ兄さんのこれはゴーヤ、ゴーヤか、かわいい。毎日オムライスはちょっと、わさっぴさんさっきから厳しいって。わさっぴさん、わさっぴさんはきっと毎日とんかつがいいと思ってるでしょ。じゃあとんかつを添えてならいい？
そのオムライス屋さんのキャラクターも作ってる。大変。もんちゃんが作った料理なら何でも食べます。嬉しい。予想外のことが起きるのがさ、まあそうですね。働く？サードの店でしのさんがオムライス運んできたらめちゃくちゃ笑うって裏でサードのに毎日怒られてさ、めっちゃ面白い。めっちゃ面白いやんそれ。めっちゃ面白い。サードのお店なら当然チキン南蛮も確かにいいね。とんかつトッピングならほんと毎日来てくれる。あさっぴさんとんかつで釣れちゃった。スヌポンさん、スイカありがとう。ちゃんと卵は片手で割れるのってこと？いや片手でね割ったことあるけど、やっぱり両手の方がいいですね。割れません、上手には。ジーガン結構ありがとう。オムライスの上にチキン南蛮乗せても案外美味しいかも。オムライスの上にチキン南蛮、不安定じゃない？でも美味しそうね。確かに美味しそう。ちゃんとオーダー通りに運んでさ、ちゃんとオーダー通りに運んでよってね。確かに確かに違う席にね。確かに同じ商品があって後から頼んだお客様の方に持って行ってしまうとかね、よくある間違い。そういうの辛いよね。しかもオムライスって作るのに時間かかるやん。なんか焼肉食べ放題のお店とかでさ、あの後で頼んだお客さん先に持って行ってもあんまバレんかもしれんけど、オムライスとかそういうなんかプレートもの、まあ、バレちゃうよね。オムハヤシ美味しいよね。最高だ。えだしさんキラキラありがとう。さあちゃんまたねって、ありがとう来てくれて。また来て。いや村市屋さん開きたい。でも村市屋さん都会には専門店があるもんね。でもアルバイト雇わないかもよ。雇わんかもよ、アルバイト。今日はオムライス作ろうかなって。いいやん、オムライス決まり。この前焼肉食べ放題でカルビ売り切りになってて泣いたって悲しすぎる。オムライスは奥が深いよ。確かにね。大阪でやってくれたら通う？本当？嬉しい。毎日来てね、みんな。毎日来てね、開いた。でも確かにね、オムライス大変かな。
毎日来てくれる、嬉しい。え、店の名前なんだろうな、なんやろな。え、なんかいい名前ないかな。名前は入れます、名前入れたい。え、ちょっと待って、ちょっと名前は、名前はじゃあね、ちょっと待って考える。今ね調べてる。オムソライス面白い。確かに、そういうのオムライス作るの飽きないでね。確かに確かに。ちょっと待ってね。あー、じゃあ、え、今名前考えてる。何しよっかな。え、難しい、これ何て読むと。え、ちょっと待って、読めない。いい名前があったのに読めん、読めないから。え、なんかさ、なんかよくあるじゃん、お店の名前ってフランス語でどういう、こういう意味ですみたいなさ。だからフランス語でなんか調べてみたけど、読めないわ、そもそもフランス語が。なんて読むのこれ、読めない。フランスでね、フランス語で笑顔にするっていう意味。あ、じゃあ、あ、じゃあさ、わかった、文字に書くわ。2種類書くわ、しかも2種類書くね。そうしよう、2種類書くわ。じゃあ2種類書きます。じゃあもう1種類調べよう。ちょっと待ってね。あ、間違えた。これと、あ、それ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 、あ、それじゃな、いや、ちょっと違ったわ。これとこれ、これとこれ。俺日本語専門やねんって。この2つ、こっちが笑顔にする、こっちが幸せにするみたいな意味。でもちょっとお店の名前っぽくない気もするけど、まあ、看板にしたらいける、フランス語でもさ。フランス語でこういう意味にしたけどさ、オムライスって日本料理だよね。日本料理、洋食か。まあいっか。
ル上がるお店、確かにダメだね、ハードル上げちゃった。じゃあもうちょっとなんかソラハウスとかがいいかな。でもさ、作るならさ、おしゃれな名前がいいじゃん。こんな感じ。じゃあ日本語か。日本語なら何がいいかな。何がいいかね、思いつかんね。難しい名前覚えてもらう。ああ確かに、覚えてもらうのにね、大変かもね。確かに確かに。確かに。フランス料理のお店と間違える人、そう。いや、それはちょっと困りますね。入ってきたら、あ、フランスの方がもし来て入ってこられたら、うわー、お前がーってなっちゃうかもね。ビストロソラノ、ビストロソラノかっこいい。確かに確かに。何にしよう名前。いや、お店の名前考えるって難しいね。あんちゃん、お店の名前だけで1ヶ月悩みそう。いや、お店の名前ってさ、みんなどうやってさ考えてるっちゃろうか。みんなどうやって考えると、アンケートとか。お店の名前だって途中で変える人はもうおらんやん、一生だよ。だからさ、50年間やるなら50年ほぼ一緒の名前だよ。まあたまにね変える方おるけどさ、もうおらんやん。バンドの名前は結構成り行きで決まることが多い。そうやっちゃう。お店の名前意外と適当。適当？ノリと適当？マジ？フランスの家庭料理っていう意味？あ、違った。大衆食堂？ビストロ？そうやっちゃう。買えんよね、あんまり。そうだよね。わさびさん、キラキラありがとう。ケンさん、短冊ありがとう。空のオムライスとか、とんかつ空の。わさびさん、それとんかつ好きな方が来ちゃった、どうすんのよ。空のオムライス、なんかもうちょっとさ、いい名前つけて。空の寿司っていうオムライス屋さんもいいかも。待って、サラの寿司って書いてさ、お寿司一個もないよ。サラの思いつきが一番しっくりくるはず。そうやっちゃう。思いつきか。思いつきね。ってことはあんまり難しい名前やないってことね。オムライスにとんかつ。そう、わさっぴさんがなんかとんかつを、とんかつがのちょらっと来てくれるらしいから、オムライスにわさっぴさんのだけは2切れぐらいとんかつのせようと思ってるっちゃけど、
うん、それじゃさ、とんかつそらのみたいな名前つけたらやばいやん。え、ビストロ高級店ではないっちゃ。じゃあビストロそらのとか。え、もうさ、漢字でそらのとかでもよくない？それか筆記体でそらの。筆記体それじゃん、ちなみに書けんちゃけど、そらのとかでもよくない？あ、でもとんかつ2切れだけあげるの難しいから1枚でいいやうん、あー、名前見てサラノンが考えたなってなる名前が。なるほど。そういう感じで思っちゃね。なるほど。なんかさ、本当にさ、お店開くわけやないのにさ、めっちゃ真剣に考えてるの面白いね。サラダトマト抜き？え、じゃあトマト割りにしますあ、スーパーのトンカツ、確かにお惣菜コーナーのトンカツ乗せとく？やった1枚って面白い。うん、ビストロソラーノ確かになんかありそう、なんかありそうやね。え、意地悪って。いや、健康を考えた上で。カンテーナ空の、何それ、カンテーナってどういう意味？数字のお店もよくある。あ、数字のお店ね。宮崎の豚のとんかつなの。あの、わさびさんに乗せるやつ。もちろん。え、残したらダメですよ。あの、お残し禁止っていうルールが、あの、書いてます。あの、はい。あの、二度漬け禁止みたいな感じで。お残し禁止。はい。とんかつはヒレかロース、どっち？とんかつはヒレ高級企業高級俺のためにチキン南蛮乗ってるオムライスも作って。しょうがないな、しょうがないな。チャレンジメニュー、ちょ、チャレンジメニューきついね。残したら罰金。いいね、いいね。厳しい店になるぞって。ヒレって豪華だね、思った。そう、残したら追加料金いただきますって書いとくわ。うん。とんかつはロースで、え、ロースでいいんですか、逆に。優しいですね。カンテーナなんちゃらっていう名前だ。どういう意味やっちゃろ。ドーナツ乗っけてください。デザートで、じゃあ、あ、ドーナツ置きますね。部屋だと普通に3000円いきます。いきそう、確かに。オムライスの上にね。死後してたら怒られそうなオムライス屋さんだなって。いいですよ、楽しく食べてください。食べ放題じゃないですよ、全然。オムライス食べ放題ちょっと私が大変。ヒレで5000円って言われても、え、そうやっちゃう。高いね、高級。5000円高級、高級。
ジビエ料理してください。難しい。難しいね。会員は料金半額ですよね。面白い。一番安いのでいいです。待って待って待って、全然さ、そんな高い料理をさ、あれしようと思ってないよ。厳しい？食べきらないと帰れない店、結局食べらんなくて居残りしてるみたい。確かに。えね、これよくない？食べ終わってなかったら 店の扉開かないみたいな。 怖いね。怖いね。そういうお店あったらめっちゃ嫌じゃない？めっちゃ嫌じゃない？嫌だ。めっちゃ嫌だったら嫌だ。本当だよ。給食の居残りみたい。それこそ。そう。減っちゃ面白い。でも好き嫌いなくなりそう。その代わり通ったら 怖って、警察呼ぼうって。確かにそうなるよね。絶対行きたくないよね、そのお店。え、ずっと一口残して残るダメだよ。こんなことしちゃう。一口じゃダメだね。オムライス単品絶対食べきるね、それは。オムライスは美味しいよ。持ち帰る？え、でも店作るのって大変そう。ドラマ見てるだけでもさ、ドラマ見ちゃうだけでめっちゃ大変そうやない？食べ物経営してるお店って。この前オムライス作ったっていいね。ポイントカードも作ろうね。あーさちゃんポイントカード大好きなんで絶対作ります。こんにちは。34分ありがとう。そろそろ何件が見ますね。こんにちは。お店なんかそういうなんか想像するの面白いね。大変そう。チキンライスから全部作った。偉い。オムライス以外のメニューですか？オムライス以外のメニューは、まあ、うちの好きなものを並べたいと思います。あ、カタラーナ置きたい。カタラーナ。カタラーナはめちゃめちゃ好き。そう。1万円以上？何？サーノより先にお店開店しますね。本当に？本当に開くの？すごい。すごすぎる。頑張って。報告待っちょるね。チョキでーす。イェイ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 。はーい。じゃあ皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。キティランドのお店で親子連れがハローキティはキティランドですよねって言ってたのに驚きました。かわいい。オムライス配信楽しかった。本当？何の報告？何の報告になるって？近日中？バイバイって。ありがとう。バイバイ。
倒産の報告？嘘。なんで？開いた報告にしてよ。ちょっと想像と違った。お店開いたよ、オープンしたよっていう報告を待ってますね、楽しみに。はい。倒産の報告はいらん、いらん、いらん、いらんじゃない、いらんくないけど、嬉しい、悲しい報告より嬉しい報告待ってるね。うん、そうしよう。全部プラスにね。うん、じゃあ皆さん午後も元気に楽しく一日過ごしてください。うん、オープンしたらすぐ報告して、待ってるわ、それは本当に待ってる。ありがとう。じゃあまたね、バイバーイ。